この総理やってる時の国会答弁っていうのは、うん、なんか質問されたら書いてるものを読むだけ、うん、しかも読み方間違う、うん、なおかつ、ま、それを何回も繰り返す、うん、ということでしょ。で自分の席に戻ってから質問者が出たら、うん、ヤジを飛ばす、飛ばす最低やんっていう最低の人やん、まあ、それがね、うん、総理として一番長い間勤めてたというのを許してたね、うん、日本国民というのが ね僕はもう本当にね ある意味信じられないですね、うん、まあ、あれでええわぐらいの感覚でしょ、うん、絶対安倍さんでなかったらいかんという人がいたらね、うん、その人は僕はもう全く大丈夫なんですよ、うん、そういう考えやから、うんうんうん、いいんですよ、何があっても安倍さんという人はね。でも大概はいやもう安倍さんぐらいしかいないし、まあしゃあないし、うん、野党も頼りないしぐらいの感覚なんですよ、うんうん、だったらもっと総理を鍛えるために耳の痛いことも言うべきですよ、うん、それで総理がまた成長していったらいいやん、うん、ね、でそうじゃなかったからもうなんか物が読めないまま終わってしまってんから、うん、読めないまま始まって、うん、でんでんから始まって、ね、何も背後を背後と読む人初めて聞いたわ、うん、だからそういうね、そういう人が総理やったということをもう一回ね噛み締めないといけないのに、そうですね、うんうん、もうね、なんかこう、まあ、総理だけで副総理の麻生さんもそうやし、うん、もう今の現総理のね、菅さんもそうやけど、なんであんな漢字読めない人が多いの、うん、なんか不思議に思いません？みんなね、漢字読めなかったら恥ずかしがるんやけど、ね、恥ずかしがりもしないな。いやだからすごい神経なんやと思う、うん、でも私それは自分が一応予定候補者になった時に、うん、ちょっとこうこれまでの目線って変わるじゃないですか、うん、やっぱりね、神経の太さって無敵やなって思うんですよ、うんうん、はいはいはい、何も持てないと思うんですよ、多分ここで、あのコードレスでね、読み間違いとか、うん、なんか失言とか言ったらわーって私は盛り上がってね、うんうん、あんなこんなやったらやっぱ皆さん国会中継見てくださいよ、うん、こんなんちゃんと見てくださいよって言うてるけど、うんうん、はい、何も持てないやろなって絶対何も思てない、はい、でんでんそんなことあったっけとか、せごそんなあったっけ、絶対そうその精神じゃないと生きていけない、はい、本当に、うん、そうやろね、うん、普通の精神力じゃ無理です。無理ですよね。もう本当そういうぐらいいろんなの覚悟してさ、うん、耳入ってきてもこっちから抜けるぐらいの、うんうん、だから多分改善しないんだと思いますよ。何、うん、とも思ってない。でしょうね。だから変えていかなあきません。もうそれしかない。うん、なんかあの安倍さんもその側近からね、あのこれ背後ですよと、うん、背景をそうね、背景ってこうこの字なんか、はい、あれ世間ちゃうの。うん、っていうぐらいの人でしょうね。はい、そうですね。ね、何が悪いのって言って、そうそうそう、私はずっとあれは背中のせいだと思ってたよって、うんうん、とか、うん、そのまあその人だって間違えることあるやろぐらいな、ぐらいの、あかんやんっていうのが多分通用しないというか、うん、通用しないですね、うん。そういうことすらないんやろね。いいとか悪いとかじゃなくって、そうそうそう、うん、もうおるんだろうね、そこにドーンと。だからすごい、うん、そのなんだろうな、自分がいかに正しいかとか、うん、自分にすごいこう。それこそね、うん、今の日本の人には足りないと言われてる自己肯定感ですよ、はい、すごいんだと思う、自己を肯定する、はいはい、すごい強靭な精神力だと思いますわ。残っていかれへんのでしょうね、うん、それがなけりゃ、そうだ、そういう人をこう出しといて、うん、あの旨味を吸える頭のいい人たちもいるわけですよ、うん、結局ね、はい、そうやって矢を持って立つ最初って、自分は出てたらちょっとあれやからみたいな、うんうん、だそれがすごく分かりますね、うん、伺えるから、はいはい、やっぱりちゃんとした政治家さんっていっぱいおるから、うん、別に与党野党関係なく、うん、本当になんかこう志を持ってとか、うん、そういう人を増やしていかんとあかんなってめっちゃ思いますね。ですよね。なんでこの人がやっぱりそういう大臣とかならないのかなって、野党与党問わずね、うん、おるけども、そういう人ってなかなかならないんですよね、うん、で、なんでこの人がなんの、うん、みたいなね、まあなんかわからない、陰謀論みたいですけど、なんかおるんちゃいます、その、あの影のなんかが、なんか一時三原淳子さんが大臣にというような声もあって、うん、えぇ、ー、と思いません、三原淳子さんね、うん、いやだから別にいいんですよ、いいですよ、女優やってようがアイドルやってようがね、構わないんですけども、あの政治家になってからの言動とか見てたら、うん、あのなんかテレビのね、うん、なんかあの政見放送出た時も安倍総理横に置いて野党に向かって、国民に向かってね、うん、恥を知りなさいって言うたじゃん、うん、ね、どの面下げて言うとんねんと、うんうん、そのことはそっくり返そうわみたいな感じのことを言う人が重用されるわけでしょ、うん、そうです、だからそれはなとか言ってね、いかなね、うん、そのなんていうのかな、無関心な人でもそれはちょっとどうやろうと思うのになって、
うん、まあ、だから普通な感覚の人をもうちょっと公開、うん、国会の中に増やさなあかんのんちゃうかなと思いますね。だってあの化け物で、うん、みたいなもんじゃないですか、はいはいはい、普通の人間あんな、例えばだってその河合さんものね、うん、広島の河合案里さんもそうですけど、あんだけ叩かれてあんだけ言われて罪も問われてるのに、うん、普通にこうかあのバッチして歩くでしょ。歩きますね。あんなんできないですって、うん、普通の人。そうですよね、うん、やっぱこうなんかちょっと違うんですよ、うんうん、でもそんな人たちばっかりにしてしまったら、うんうん、やっぱあのなんていうのかな、あのこの日本に住む人たちとはちょっと乖離してしまうんじゃないかなと、あ、うん、思うから、もうちょっとなんかね庶民的な人を増やしたいなと思いますけど、いかがでしょうか。まあ、だからね、うん、そういう、まあ、ある種こう悪いことで言えばね、うん、恥も外部もないような、うん、まあ、人だと僕思うんですけども、うん、まあ、だそういう人でないとなかなかね考えすぎてダメになっちゃうかもしれないけど、うん、それまあ精神力というか、うん、ね、それの必要ですけどね、その強さ必要だけども、それがもう肥大化した人がいるわけでしょ、うん、そうそう。でやっぱり僕はプロのスポーツ選手とかいうのは、うん、やっぱりその辺のその責任感みたいなものが異常なぐらいあると思うんですよ、うん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 、つまりあの それらの結果を出すからこそ上に行ってオリンピックにも出るんだけど、はい、オリンピックでメダル取れなかったというだけでもうなんか本当にこう敗者のごとくというようなことを思う、責める国民もいれば、もう本人もすごい申し訳ないという気持ちになるわけじゃないですか。だからそういう本当にデリケートな人たちがオリンピックを目指しているのに、それをそのなんかやたら精神の太い政治家がもうやるやらんみたいなものでこうもてあそんでるような気がするんだよね。うん、でそれはやっぱりあのあんまり褒められたことじゃないよなって思いますよ。そうですね。うん、だって彼らにとってはね、オリンピックやるやらないっていうのは本当にこう死活問題というか、自分の中の気持ちがね持たない場合もあるわけだし、でそのまた4年後とか なんかなってくるともう間に合わないっていう人もいるし、そうですよ、やっぱスポーツ界の1年2年はもう大きいし、ね、うん、私も五輪に出るね、はい、その選手にインタビューしたことはありますけど、はい、やっぱその私たちとでは考えられない日々を送られてるわけですよ、うん、4年サイクルで生きてるんですよ、はいはい、それがもうちょっとコロナで今回来るとだけでももう大慌てなわけですよ、うん、いいですよね、うんうん、いやその人たちはやっぱりこう真剣に、うん、まあ、やってそれとまた五輪開催とはやっぱ分けて考えなあかんなと、うん、まあ、後でねメールも読みますけど、うんうん、いろいろね、そうだよね、そこはやっぱりこうもうちょっと政治の力でなんかこういいようにね、うんうん、ね、やってほしいですよね、その辺は ね、その辺やっぱりその政治家の方もねというか汗をかいていただきたいなというような気持ちは、利権私利私欲にまみれんと、うん、ね、ね。